それでは約束通り我が部活への全員入部をここに宣言し了承する。うわおめでとう、みんな。本当にすっごく頑張ったよ。ここまで頑張るとは正直恐れ入りましたわ。皆さんのこと心から歓迎させてもらいますわ。みんなとってもファイトさんなのです。我が部にようこそなのですよ。それにしても大丈夫なのか、この後の授業。ああ大丈夫大丈夫、そのためのこれなんだからさ。ああ静粛に静粛に。実はまだこれだけじゃないんだよね。だから静粛に。長らくこの学校のクラス委員長を務めさせていただきました。私、園崎美音ですが、今日限りに、委員長の座を引退したいと思います。美音、何考えてんだよ。冗談だったら、立ちが悪すぎるぞ。いや、冗談でもなく、本気も本気なんだけど。本気だったらなお悪いわ。いくら新入部員の受け入れに反対してたからって、そんなことで誰もお前のことを悪く思ったりしない。だから。ケイちゃん、ちょっと黙って最後まで聞いて。お願い。そろそろね。私も受験生だしさ、いろいろと忙しくもなるし、卒業してこの学校出た後のことも考えなきゃいけない。だから後任を誰にするかって今年の春からずっと考えていたんだ。みーちゃん。でも委員長ってのは責任もあるし仕事もある。何よりクラスのみんなを引っ張っていけるリーダーシップがなきゃ、私みたいにただの雑用係になっちゃうからさ。任せる相手が見つからなくて結構悩んだ。ケイちゃんが雛見沢に引っ越してきた時、なんとなく感じたんだ。面白いし行動力はあるし、それにものすごくみんなに優しいやつだなって。そんなケイちゃんだから、いい委員長になってくれると思うし、みんなもついていけると思う。だから、ケイちゃん、私は、あんたに委員長、やってもらいたい。私の後、みんなを任せたい。ミヨン。大丈夫。あんたならみんなのこと任せられる。正しいことを強い思いで貫き通して、たとえ苦しい状況でもみんなを励まして勇気づけてくれる。そんなケイちゃんだからきっとみんなをまとめていけるし、私もケイちゃんなら多分これからもずっと信じられると思うんだ。それじゃあミオン、最初から?なんか試されてたみたいだな。回りくどいことをしたことは謝るよ。でも知りたかったんだ、ケイちゃんが本当にこの役目を引き受けてくれるかどうかってね。引
き受けてくれる？ケイちゃん。俺は。ケイチくん。頑張って。ケイチさんなら、きっと大丈夫ですわ。ケイチ。ケイチしかいないと思うのですよ。みんな、俺についてこれるか！おめでとう、前原くん。頑張れよ。君ならできる。そうですか。ずいぶん白熱した大激闘だったみたいですね。もう最高に盛り上がったのでございますわ。最後のケイチさんの特攻は私たちの部活の歴史に残る名場面でしたのよ。いやいや残念。ぜひとも実際に見てみたかったものですよ。話を聞いているだけでも楽しそうな雰囲気が伝わってくるようですから。しかし、確か前原さんは雛見沢に引っ越してきてそんなに日が経っていませんよね。それでミオンさんの後任で委員長とは結構荷が重くありませんか？最初は私もレナさんもそう考えていましたわ。もう少し雛見沢の生活に慣れてからでも遅くないのではございませんのって。でもこの前の缶蹴り勝負で確信いたしましたの。ケイツ様きっと面白い委員長さんになってくださいますわよ。なるほど。さとこちゃんがそこまで言うなら私の心配するところではありませんね。ぜひ今度の試合でも我が雛見沢ファイターズの助っ人として大暴れしてもらいたいもんですよ。またゴルフクラブを持って殴り込みに来るのですよ。あの時は最高に笑いましたわ。それにしてもリカさんは作詞ですね。最後の最後に寝返るとは。みー、寝返るとは人聞きが悪いのです。立ち馬に乗ったと言ってほしいのです。さすがはリカさん、正気を見事に読んだわけですか。まったくリカには油断も隙もありませんわ。
まさかあんな場面でリカに裏切られるとは予想外でしたもの。今度からはリカの動きにも要注意でございましてよ。あらあら、黄金コンビ解消？それは大変だわ。次からはさとこちゃんが罰ゲームの常連になっちゃうかしら。みー、僕がフォローしないさとこは石のたぬきさんなのですよ。なんですって？意味はわかりませんが、聞き捨てなりませんわ。みぱーん。はいはい、さとこちゃんの診察はまだですよ。最後に注射が残ってますからね。うん、注射。そうでございましたわ。はい、終わりましたよ。え？あら、あっという間でしたわね。すっかり注射にも慣れたみたいね。以前の大騒ぎが嘘みたいだわ。大騒ぎというほど騒いではいませんわ。ちょっと暴れたことはありますけどね。入り江の陣中に聖剣付きしておいて、ちょっととは奥ゆかしいのです。たまたま手を振り回したら当たっただけですわ。私も腕を引っかかれたわね。おかげで二の腕にミミズバレができちゃって大変だったのよ。ごめんなさいと後でちゃんと謝りましたわ。高野さんはシオさんと同じぐらいしつこいお方ですわね。ごめんなさい。あんまりムキになるさとこちゃんが可愛いからつい。家は覚えていますか？あの時のこと。もちろん。あの時のパンチが私のハートをキュンと打ち抜いたのですよ。ああ、今思い出しても心がときめきますね。もう少し本気で殴ってもよかったようですわ。あら、さとこちゃん、恋だって認めたわね。いいんです。恋とはすなわち恋、そして愛情の証。そして私の心もバッチコーイってな感じにウェルカムですよ。そうです、あれはまさに神が下された典型とも言うべき衝撃、そして感動。この入江恭介、はっきりと悟ったのです。私の理想とも言うべきメイドにふさわしいのはこの子しかいないと。そう、これは神から下された私の使命。さとこちゃんメイド化計画こそまさにノブレスオブリッジなのです。
にしてもまあご自分のキテレツしちゃらかな趣味をあそこまで熱く、いえ熱く語れますわね。ほらよく言うでしょ、天才と何かは紙一重だって。私はむしろこれまで問題が起きなかったことに神の祝福を信じたいですわ。さとこ、早く検査を終えないと遅れてしまうのですよ。ああそうでございましたわ。それでは高野さん、お願いしてもよろしいかしら。それじゃ行きましょう。リカさん？み？大丈夫ですか？なんだかまだ元気がないようですが。み、平気なのです。ただの夏風邪だと思うのですよ。それならいいんですが。何か薬を出しましょうか。薬は必要ないのです。よく寝てよく食べていればもうすぐ治るはずなのです。そうですか、わかりました。もし何か異常があったらちゃんと言ってくださいね。できる限り力になりますから。大丈夫なのです。入江たちの研究には影響がありませんから心配には及ばないのです。あ、そうですか。ごめんなさいなのです。意地悪な言い方をしてしまいました。え？ああいえ大丈夫ですよ。耳の痛いところではありますが、確かに私たちはあなたたち二人に相当無理をさせている。申し訳ないことです。
そのおかげで生活ができていますから、別に平気なのです。それよりも、研究の方はどんな感じに進んでいるのですか？研究の成果は、お二人のご協力のおかげで確かに上がっています。でも具体的な対策にまではまだたどり着けていない。あと一息なんですが、どれも決め手に欠けて満足には程遠いのが現状です。では、サトコの病気は？現在は安定してレベル3マイナスを保っている小康状態です。それでも完治には程遠いレベルです。それに不測の事態が起きてしまうと、再度発病しても不思議ではない。悔しいですよ。せめてあと少し時間と資金が許されるなら、あと3年という期間内で末期症状からの回復にどこまで迫れるか。入江はよくやってくれているのです。サトコも僕もとても感謝してるのですよ。すみません、そう言ってもらえると少しは救われます。入江、あなたは3年経った後はどうするつもりですか？偶然治療薬を発見できたおかげで、いくつかの医療施設からお招きをいただきました。正直に言って、ここに来た時はそれが私の望みではあったんですが、今はできれば。それはともかく、夏風邪といっても決して馬鹿にはできませんから、あまり冷たいものを取りすぎないよう食生活には注意してくださいね。わかりましたのです。でも里子に任せると楽だからといってそうめんになることが多いのですよ。聞こえてましたよ、リカ。そうめんにしたのは食欲がないってあなたが言うからでございましょうが。こらこら、里子ちゃん、時間も計ってるんだからこっちに集中して。さとこちゃんも心配していましたよ。内緒ですが、夏風邪によく効く薬はないか、食べ物はどんなものがいいのか、なんて毎日買い物帰りに立ち寄っていましたから。みー、知らなかったのです。優しい子です、さとこちゃんは。だからこそ私はこの病気の解明のために自分の持つ全てを捧げて彼女を救いたい。そのためなら。ありがとうなのです。はい、もしもし、入江です。東京から凱旋です。そちらへ回します。ああ、リサさんですね。電話は所長室で取りますから、そっちへ回してください。リカさん、すみません、東京からの電話なのでちょっと失礼します。いってらっしゃいなのです。ニパー。高野、ちょっとお外の空気を吸ってきてもいいですか？え、構わないわよ。こちらはもう少し時間がかかりそうだから。いいか、先に行くのはなしでございますわよ。大丈夫なのですよ。お日様に当たって元気をもらってくるだけなのです。いつからリカはひまわりになったんですの？ま、了解ですわ。私もとっととこのテストを終わらせて呼びに行きますから、待ってていてくださいませ。はいはい、
それじゃあ頑張りましょうね、さとこちゃん。それじゃあ次は、前原院長今日のパーティーはきっと大盛り上がりなのですよ。信じるのは難しいけど、信じなきゃ始まらないって誰かが言っていた気がします。殺されたって俺はここをどかねえぞ。お前を生かせればシオンのいない世界になる。その世界では、いなくなったお前のことをずっと思って、毎日うつむいている里子がいるんだ。俺たちがどうやって慰めても、その場だけは元気そうにするが、すぐにまたうつむいてしまう。そんな悲しい世界があるんだ。俺は里子に、そんな悲しい世界を見せたくない。俺や、俺たちが描く世界は、昨日までがそうだったように、みんなで楽しく過ごして暴れて遊べる、あの世界だ。もちろん叔父の野郎なんかに二度と里子を脅かさせるような真似をさせない。それがどういう方法なのか今この場では確かに思いついていない。でもそれは絶対に思いつく。絶対だ。だから俺を信じろ。それこそ考えても仕方ないのですが、情けないのです。
調子に乗るなよ、リカちゃん。運命を読めるなんていい加減なことを言っちゃいけないぜ。男にとって宿命と運命という言葉はもっともっと尊くて熱い意味がこもってるんだ。そんなやすやすと読めるようなもんじゃねえ。みん、さっきリカちゃんはマスターが100億長者ゲームを持ってくることを運命だと言った。偶然であったとしても的中したのだからリカちゃんが正しいと言わざるを得ないさ。でもな、こうも言ったよな。何ですか？俺が100億長者ゲームで戦うことも運命だってな。なら、その運命とやらを俺がぶち壊してやろうじゃないか。これは厳しいかもしれませんです。せめて赤坂がいればなんて願いすぎでしょうか。
やっぱり圭一ですね。そうか。リカちゃん、終わったわよ。待ちくたびれたのです。あと10秒遅れたら置いていこうかと思っていたのですよ。ほら、リカ。やっぱり置き去りにするつもりだったのでございますわね。間に合ったから OK なのです。一緒に行くのですよ、ニッパー。そんなに急がなくても、まだ十分間に合いますよ。部活の先輩としては、やはり一番乗りして皆さんを歓迎するのが筋でございましょう。何事も始めが肝心ですわ。早く行って、歓迎トラップを仕掛けるつもりなのです。あんまりやりすぎないようにね。新部員歓迎が、退部者送迎になっては寂しいでしょうから。そのあたりは加減いたしますわ。さ、行きましょう、リカ。圭一さんに遅れをとっては、松代までの恥ですわよ。では、また来週なのです。ペコリ。